や、創価学会によるその人類に対する被害っていうのは、その例えば政教分離みたいなね、そういう原理主義っていう多分、ぐらいの共産党たちのね、共産主義があって、その、あれは宗教を否定してるけど、実際その平和憲法振興とか、その共産経済に対する盲目の信頼とか、十分カルトやんね。で、どうぞ平和憲法を守ったら、日本は戦争を仕掛けられないっていうのは、それは、おかしいでしょ、絶対に。カルトでしょ、そんな信仰。信仰のレベルやん。な。共産主義経済が人を養うって思ってることもおかしいでしょ。で、中国は結局人口制限せざるを得なかったんちゃう。ね。じゃあ、北朝鮮はやった人口、どんどん減ってるらしいから、経済としては、収支は合うてるんちゃう？収支合うてるいうか。ね。生産力ない前提で国づくりしたらええだけやんか。人口は減っていくし。ってことは、経済はあの規模で、いつの、人類にとっていつの時代の規模か別として、回るのね、人口少なかったら。あれが理想なの？でも。周りが厳しいからやって、周りって韓国と中国やんか。あとは接してへんで。あ、ロシアか。接してるかちょっとな。その三国は厳しいんですか？へぇ。な。ま、創価学会による人類に対する被害っていうのはね、もう、政教分離みたいな、共産主義者による、原理主義の、範疇外でしょ？レベル超えてるでしょ？共産主義者もさすがに、政教分離なるその、原理主義を持って、非難してへんけど、公明党のことを対して。似たものやから、だって、あの二人は。あの二つは。ね。だから欺瞞の論理を立ててるんちゃ？共産党と公明党は。欺瞞論理のはずやで。それを信仰のベールとか、宗教否定のベールで、ごまかしてるんちゃうのかな？でしょ？まあ、日本の学校で教育受けた人なら、うちの言ってる意味わかるでしょ？ね。だから、別に政教分離で、公明党を訴えてもしゃあないねん。そんな範疇とかそんなレベル超えてるから。もっと別の犯罪みたいな、あいつらは。ほんまやで。それが宗教と全然無関係な犯罪名やねん、実はあいつらが犯してる犯罪のは。それは有名やな、あまりにも。与党に入られたら与党、連立与党隠れるようにしよったんや、今度はね。だからうちは自民党の顔を立てて、公明党公言か、ほとんどしてんやろ。意外なぐらい。これうち怒られてんねんで。公明党と自民党以外にめっちゃ怒られてんねんで。な。うちも立場にもんがあるからな。もう公明党を保護すんのやめたら。